いやあ、前回のパートからため取りでやっていくよ、せつなケースキだよ。何やったっけな、音楽室や。音楽室の鍵を手に入れた。あ、地図見ればいいんだったよな、確か。地図どれちょっと待って、地図は地図どれで、地図どれ、地図、うん、釘抜き。バールのようなもの、6階の鍵を壊すのに使えそう、使ったな。地図は地図どこ行ったん地図。ああ、地図は別に持っていけ、持っていけんのこれ。持っていくあろうだ。まあ、とりあえず、ああ、見て、なんかゲームのペースに飲み込まれとるような気がしてくる。職員室どれかな、職員室じゃないよ。音楽室か。音楽室、あ、これか。あ、マウス映らんのか。まあいいや。3階なんやね。行ってみましょう、3階です。階段。いや、向かってくれて向かったやん。ちょっと待って。でもって、音楽室の鍵手に入れたし、開かなかったらロッカー。他に開かんかったらロッカーなんかなかったはずやし。よね。ああ。まだあったわだ。あったんや。そうか。やったぜ。なんか引っかかってみたいだ。これで開くようになったぞ。うわぁ、ドア変形しちゃってるよ。本当やばいぞ。そのロッカーをぶち壊すになったら、本当に。なんだよ、これ。これは多分、血だと思う。絵の具じゃないかな。トマトケチャップだよ。トマトケチャップだよ。こんな時にボケるなよ。これは血だと思うぜ。わかってるよ。わかっていながらボケたんだよ。怖いから血だったとしてもケチャップだとは思いたいなよ。合理的に話を持っていたよ。床に鍵が落ちている。お、会議室の鍵まで。会議室どこなんだろう。ん、何か来る。すごい嫌な感じがするよ。初逃亡か、もしかして。何か来る。あー、ばーべべー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 。なんか頭の感じがスパイダーマンみたいな感じになってるんですけど、なんかスパイダーマンの目みたいなが感じになってる。なんだよあれ、気持ち悪い。おい、逃げるぞ。正面突破は無理だから近くの教室に隠れよう。捕まらないように教室にまで逃げよう。あ、こっちあるやん。確かここに隠れる。あ、そうか。どこ、ロッカーの中、教卓の下、ゴミ箱の中。ゴミ箱の中、一人ならって言うだけあかんだろ。教卓、ロッカー、ロッカー、ロッカー、教卓か、ロッカーだ、教卓。どうだ、いけるか、いけるか。そう、よし、そう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 、いいよいいよいいよ。あ、ちょっと、そうそうそう、そっちを、そっちを。お、逃げるしか、今のしかないわ。おお、やったやった。まだ追ってくるわ。職員室の方に逃げよう。まだ追ってくるんですか。早いぞ。お、いけるか、いけるんか、これ。いける、いける、よっしゃ。まだ追ってくるん、まだ追ってくるんですか。まだ追ってきよる、これ。まだ追ってきよる、入れる。そういう問題じゃない。これいけるん。どうすればいい、出て行っていいん。隠れろ的な、てか追いかけても来てもないんやけど。あれ、あ、オッケー、いけた。あ、いけたん。なんでこれ。とりあえず音楽室行きましょう。まあ、行けたところにしとこうかな、なんて、そんな感じです。あの赤い糸に、糸なんかは知らんけど。ああ、逃げ切ったって感じかな。メニュー開かんって言ったもんな、逃げるときは。オッケー。階段登ってすぐか。すぐのあたりって考えればいいんやな。ボタンの返事がいまいち分かってないわ。オッケー。よっしゃー。つまりこれか、ここか。あ、会議室かよ。まあいっか。どうせ行くつもりだったし。おお、アイテムありますね。え、ああ、後ろおる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 ぞ。赤いやつおるぞ。つか、先に逃げたやつ、さっき、あれがそうなんかな。あれが、あれとこの窓を通っていったやつ、ドイツ人物か、人物なんか知らんけどね。散らかった本の中に鍵が置いてあるわ。あとあとどんどん鍵増えていっきょるな。
校長室の鍵を手に入れた。校長室か。まだ音楽室。いやーあーあああ追いかけてくるんかい。たびたび出てくる、ちょっと青鬼っぽい設定になったんやな。やべ、いけるか、いける。どこに逃げればいいんだ、これは。今回はどこに逃げればいいんだ。やばい。やばい、やばい。やばい。ああ。ああ。刃物のような爪で体中引き裂かれて血が止まらない。その光景を見て喜んでいるような不気味な笑みを浮かべている。ああ。あかんか。意識はどんどん遠くなってきた。バッドエンドナンバーは赤髪の音量。こいつが赤髪の音量か。まあ、その名の通りですよ。もうタイトル通りですよ。うん。難しいね、これ。あ、これ。あ、カットしなあかんな、これ。結構前のセーブじゃないかな。カットでお願いします。あー、ここ絶対出てくる設定になっとんやね。そういうことなんやね。あー、やばいぞやばいぞ。どうやればいいんかよく分かってないよ、今のところ。とりあえず逃げ続ければ的な話なんだろうかなんて思っているわけです。マー君が大変、マー君が大変、青鬼以上に大変、青鬼以上に。なんとか負け続けるよは、まあなんとかなんとかの状態。とりあえずここに入ってみる、ここに入ってみるんやけど、早い早い早いぞ。お前早いぞ。じゃあかんぞ。よいしょ、よいしょ。いける、いける。これは逃げ続けようったらいけるパターンかな。ああ、そうでもないような気がしてきた。そうでもないような気がした。よいしょ、入れ、入れ、入れ。まだ追いかけてきよる。まだ追いかけてきよる。え、どうしろって言うん。え？できるんこれ。どこまでできればいいんこれ。下。下の階降りてしまったけど、まあいいでしょ。あ、いけた？ああ、逃げれた、逃げれた。んー、なんか、青鬼と違って音出んのがちょっと、厳しいね。逃げれたか逃げれてないかっていうの判断が。けど、とりあえず、逃げ続けよったらいつかは、振り切れるんだよ。なるほどね。その辺はまあ、青鬼と一緒なんやな。オッケー。とりあえず、逃げ切った。会議室。ん？会議室かそこってことは、あそこからさらに左行ったら音楽室なんじゃ。なるほど。オッケー。じゃあもう、音楽室行こうか。あ、ここ会議室で、さらに左の、こっちの方か。トイレがあって、この先が、あ、これじゃ、これが音楽室。オッケー。よっしゃー。わー、音楽室めっちゃおるやん。音楽室めっちゃおるやん。どういうことなん。群がってる。一回出よう。降りすぎやろ。いくらなんでも降りすぎやろ、これ。よっしゃよっしゃ、いいよいいよ。いいよ、これは。ピアノ。ピアノなんかあるもんじゃないん。お、一曲、やめとけ。オードで感づかれてくるんちゃうんか。何か落ちてるわ。落書き。授業で使う道具。使う道具。外は？確認できない。あと、絵も確認できないと。これか？誰が描いたのかわからない汚い絵。どこかの地図にも見える。地図？なこれ？ 3217。3217。これパスワードはもしかして。で、なんかあるんやな。よくわからんけど、バッテンあったり、矢印があったりで、なんだこれ？ようわからんけど、まあ、あったんですね。ところで鍵は何がある？校長室、職員室、音楽室、会議室。行ってないよ、まだ。校長室か。引いてみる？あっちょ、来たー！いきなり出てくんなー。いきなり出てくんなー。引こうと思ったんですけどね。引けないね。こんな状況じゃ引けるわけないだろうね。ああ。とりあえず逃げるパターンは青鬼と一緒って考えればいいからね。4回こんなんなっとん。カットでお願いします。あーやべやべやべ。
やばいよ、早いよ。あいつ早いぞ。本当に早いんだぜ。やばいんだぜ。この辺まだ土地勘とか分かってないからね。余計やばい、余計やばい、余計やばい、余計やばい。いける。けど何とかいけるか、何とかいけるか。早いんだよ。あれ、あああっかん、Uターンしたんが間違いだった。まっすぐの方が良かったんかな、これ。え、ちょっと待って、ちょっと待って。マジで途中から追いかけてくるパターンのやつ。え、そういうパターンもありかよ。ちょっと待って、早すぎだろう。予想外のところで追いかけてきやがって。くそ。あー、やべ。ほんと早いんだよ、こいつ。あ、いけた。逃げ切れたわ。いやー、もう、セーブポイントから結構遠いんよな。この音楽室がさ。で、音楽室まで行って、あの、音楽室であれヒーローってここに来るときに必ずのエンカウントの感じなんだろうけどさ、まさかここにたどり着くまでに一回会うとは思わんかったもんね。で、ここで出てくるんでしょ。あれ？あ？おる。おるけど詰まってる。あんなちょっと微妙なところで、あ知らず知らずのうちに赤い髪の毛が体中にまとわりついている。髪の毛は生き物のように動き、首に巻きついてきた。これ2匹以上ついてるアカンパターンのやつなんかな。意識はどんどん遠くなった。バッドエンド2。恐怖のか赤い髪。うん、こういうのもあるんじゃ。カットで。よっしゃよっしゃ、いけるんじゃん、いけるんじゃん。今回はいい逃げっぷりよ、いい逃げっぷりよ、いい逃げっぷりよ。オッケー、いいよ、いいよ。おいしゃ、いいよ、いいよ、いいよ、そのままそのまま。逃げよる、逃げよる、逃げよる、いいよ。オッケー、オッケー、いいよ、いいよ。なんかもう、いいよとかしか言われんようになったけど、もう、それだけ焦っとることやけんな。それで、いいってことにしといて、いいってことにしといてください。いいってことにしといて、うい、いっす、いっす、どっから、どうやって逃げる俺。あっ先回り。いやーもう、髪の毛とかもういい、もう一本ぐらいいいけんもう、一本ぐらいかかってもいいけんさ、とりあえず逃げなあかん、とりあえず。とりあえず逃げなあかん、とりあえず。逃げろ、逃げろ、逃げろ。ここ入ろ、ここ入ろ。ここか。このやつやな。よし、いける。いいよ、いいよ。いい感じに逃げる、逃げる、逃げるぞ、逃げるぞ。オッケー、いいよ、そこ。そのまま、そのまま、下降りよ、下、下。よっしゃ、よっしゃ。まだ追いかけてくる。まだ追いかけてくるんやけど、ここには入る。あれ？セーブポイントなくなってる。あれ？セーブポイントここなかったっけ？とりあえず、まいたね。気づいたこととして、この行動メン、この行動メンバーのやつやけど、下に髪の毛が映っとるよね。絡まっとるって感じで。見た感じ、髪の毛が2つ絡まったらゲームオーバーになる感じやけんね。1本絡まった状態っていうのはちょっと厳しい状態だったりするんやけどね。やり直し申したくないってことで、もうこのまま続けていきまーす。工場室の鍵。中央連2階。この鍵より少し豪華な気がする。校長の意見ですね。あ、それよりもセーブがしたい。工場室行ってまた追いかけられるハメとかになったらちょっと嫌やけんね。セーブポイントどっかに、そうそう、ここにあった、ここ。ここ、ここ、ここ、オッケー。おぉ、ようやくここまで来たよ。校長室だよ、次。結構捕まったからね。あの赤い赤髪の音量か。早すぎるんよな。なかなか逃げるんでね。はぁ、鬼の方がまだ逃げやすいぐらいや。はい。というわけで今回はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。週明け。